今日2回目、中村雅俊のいつか街で会ったなら。遅すぎた。何気ない毎日が風のように過ぎてゆく。この街で君と出会い、この街で君と過ごす、この街で君と別れたことも僕はきっと忘れるだろう。それでもいつかどこかの街で会ったなら、肩をたたいて微笑んでおくれ。さりげない優しさが僕の胸を締め付けた。この街で僕を愛し、街で僕を憎み、この街で夢を壊したことも君はきっと忘れるだろう。それでもいつかどこかの街で会ったなら、肩をたたいて微笑み合おう。それでもいつかどこかの街で会ったなら、肩をたたいて微笑み合おう。22歳の別れ。私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。私の誕生日に22本
つ一つがみんな君の人生だねって言って17本目からは一緒に火をつけたのが昨日のことのように今はただ5年の月日が長すぎた春と言えるだけです。あなたの知らないところへ嫁いでゆく私にとって一つだけこんな私のわがまま聞いてくれるならあなたはあなたのままで変わらずにいてくださいそのままで中でパーポーパーポーと火事かもしれない。こんな日に火事になっちゃうとやばいよな、本当に風が強いから。フランシーヌの場合、フランシーヌの場合はあまりにもバカさん、フランシーヌの場合はあまりにも寂しい。さっきコード違ってたかな。フランシーヌの場合はあまりにもバカさん、フランシーヌの場合はあまりにも寂しい。3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ。
真実は一つなのか、どこにでも転がっているのかい。一体そんなものがあるんだろうか、何もわからないで僕はいる。そしてそれがあるとすれば、どこまで行けば見えてくるんだろう。そしてそれがないものねだりなら、何を頼りに生きていけばいいんだろう。何もわからない、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 何もわからないで僕はいる。家を出ていく息子がいる、引き止めようとする母親がいる。どちらも愛してる、どちらも恨んでる、どちらも泣いている。何人もの人を殺した男がいる、かけがえのない命を奪ってしまった。次はこの男が殺される番だ、かけがえのない命を奪ってしまう。男が殺される、男が殺される、誰も何も言わない。男が殺される、男が殺される、みんながそれに賛成したのです。友達が殴られて仕返しをしに行った男がいる。その殴った相手も友達だったので、困ってしまった男がいる。歌詞が長い。次のページどう？あれ、もうここで終わっちゃってんのか。まあいいや。さっきのはなんだっけな、天秤ばかり川島英子。今度はのは、さだまさしのかかし。元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。城跡から見下ろせば、細く長い、あれ、青く細い川、橋のたもとに造り酒屋のレンガ煙突。この町を綿菓子に染め抜いた雪が消えれば、お前がここを出てから初めての春。手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい。お前の笑顔を街は見る、お袋に聞かせてやってくれ。元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。山のふもと煙吐いて列車が走る、木枯らしが雑木林を駆け落ちてくる。銀色の毛布つけた、田んぼにぽつり置き去られた、置き去られて難しい言葉がいっぱいなる。山のふもと煙吐いて列車が走る、木枯らしが雑木林を転げ落ちてくる。銀色の毛布つけた、田んぼにぽつり置き忘れら、あれ、置き去られた、置き去られて雪をかぶったかかしが
一人。お前も都会の雪景色の中で、お前も都会の雪景色の中で、ちょうどあのかかしのように、寂しい思いしてはいないか、体を壊してはいないか、元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しいかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。なんだっけな、谷村新司のスバル。目を閉じて何も見えず、悲しくて目を開ければ、荒野に向かう道より、他に見えるものはなし。ああ、砕け散る定めの星たちよ、せめて急やかにこの身を照らせよ。我は行く青白き頬のままで、我は行くさらばすばるよ。息をすれば胸の中、木枯らしは泣き続ける、されど我が胸は熱く、夢を追い続けるなり、ああさんざめく名もなき星たちよ、せめて鮮やかにその身を追われよ。我も行く心の命ずるままに、我も行くさらばすばるよ。3番まで歌うほどの根気がないので2番でやめとこう。六文銭上条恒彦の旅立ちの歌。乾いた空を見上げているのは誰だ、お前の目に焼き付いたものは化石の町、愛の形が壊れた時に残されたものは旅立ちの歌、さあ今銀河の向こうにこのコードは違う飛んでいかない。
き去りにした悲しみは、生きてゆくのはみっともないさ、あいつが死んだ時もおいらは飲んだくれてた。コードわかんないんで、船木和夫の高校3年生。ララ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 。人生が二度あれば井上雄介。父は今年2月で父は今年2月あれ A マイナーのままいっちゃうか。父は今年2月で65、顔のシワは増え、あ、D マイナーか。父は今年2月で、あれ、なんかおかしい。2月で。父は今年2月で65、顔のシワは増えて、ばかり仕事に追われ、この頃やっとゆとりができた。父の湯飲み茶碗は欠けている、それにお茶を入れて飲んでいる。湯飲みに映る自分の顔をじっと見ている。人生が
度あればこの人生が二度あれば。母は今年9月で64、子供だけのために年取った。母の細い手、漬物石を持ち上げている。そんな母を見てると人生が誰のためにあるのかわからない。子供を育て家族のために年老いた母。人生が二度あれば、人生が二度あれば。父と母は、母がこたつでお茶を飲み、若いことの若い頃のことを話し合う。思い出してる、夢見るように、夢見るように。この人生が二度あれば。今日はここで店じまいしよう。